このゲームには暴力的、性的な表現が含まれているため18歳未満の方のプレイは禁止となっています。ご了承ください。青文字を見る限りちょっとね、危ない感じのゲームみたいですね。まあ臆せずやっていきたいと思います。七草堂、まあいきなりなんかすっごい懐かしい感じの BGM、ガール&ガールかな。まあ元ネタは、スパイ&スパイのファミコンで発売されたゲームかな。まあ、その後でゲームボーイの方でも、まあ、続編的なやつが出てるみたいですけれどね。ちなみに私、スパイ&スパイは未プレイです。アニメの方はね、何話か見たことあるんですけれども。じゃあキーコンフィグ、アクション開閉、今私 XBOX のコントローラーを使っています。うん、まあ適当にキーを割り振って、調整ボタンって何か意味あるのかな。まあいいや。でなんかね、 G コイボタンなんていうすごいなんかアレな響きのボタンがあるんですけれど、まあゲーム的には結構重要な意味合いがあったりするらしいかな。まあまだ分かってないけれどね。ではやっていきましょう。待て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 、ゴマフアザラシだよな。うん、あとこのゲーム、キャラクターに、まあ、声が当てられているということなんで、わざわざ私がね、まあ、読み上げてキャラのイメージを壊さないようにした方がいいんじゃないかなと、まあ、思うんですけれども、で主人公はグリちゃんかな、うん、右の子ですね。もう緑髪でサイドテールで、へそに鎖骨に脇とね、まあなかなかいい感じなんじゃないかなと思うんですけれども。あれ、以前もこんな会話しなかったっけ。ちょっとどういうことなのかわからないけれど、まあ、後で調べてみるかな。まあサクセスストーリーということでね、そのグリちゃんが見事サクセスできるかどうかはね、プレイヤーの私の腕にかかっているわけなんですけれども、まあ、DVD の予告編をね、超える本編をお見せできればいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ行きましょう。ステージデータはなしと。とりあえずここに行けばいいのかな。もみあげ屋さん、トラップやアイテムの購入。ああそうそう、あとこのゲーム、初回特典の1万ゴールドが最初から所持金に加算されています。通常は500ゴールド程度なのかな。まあそこはちょっとわからないけれども。じゃあ行きましょう。もみあげ。なんか不思議な響きだな。これなんだ？カピラミッド。ピラミッド。ピラミッドがあるのか。あら、なかなかいい感じの。この胸元をね、ドンと開いたね。で、これ下履いてんのかな？すごい戦場的な感じがするんだけれども。謎のエロゲーム島文明。それは滅んでしまっても仕方ないかもしれないな。うん、文明の代表になる。まあいいや、そこら辺はちょっと偉い人の考察に任せよう。うん、はい、頑張ります。なんだろう、まあ確かに結構ね、うん、まあこの死体がね、これから先どんな目に遭うのかっていうのはちょっと楽しみなところでもあるんですけれども、まあなるべくね、なるべく普通に攻略を目指す感じでいくので。幽霊だ、なんだろう、どっかで見たような気がするけれど。まあじゃあ買っていきましょうか。お宝の位置や相手の位置を正確に知ることができる。ほう、あ、なるほどね。これは確かに便利そうだ。で、三角木馬。これはヘアトラップ。ヘアトラップで、快感値も上げる。うん。で、これはスパンキングハンド。これもヘアトラップか。進行方向へ飛ばす。ほう、トラップコンボね。で、これはなんだ？デススパイク。い
やい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 や興奮するつが普通に痛々しくないかこれ。まあ一通り買ってみましょうか。買えるからね、うん、どんどん買っちゃおう。じゃあ行きましょうか。であ、難易度選択できるんだね。まあもちろん私は基本的にゲーム上手くないのでノーマルでいきたいと思います。イージーはないのかな。まあいいや。3×3 の練習用マップなのかな。じゃあまずはここで練習していきましょうか。ターゲットは5つか。ん？おや、先客かな。というかどっかで見たような気がするんだけど、なんだっけ。結構古い作品のヒロインにこんな子いなかったか。そこ後で調べてみるかな。うん、この島にあるお宝の噂、まあ同じ商売敵か。うん、ほうほう、現地の人に見えるんかな。うん、まあ確かにそうだな。え、別に55でいいじゃん、よくないんかな。6473、うん、7いただけるんかな。それはちょっとありがたいな。格ゲーならもうクソゲーですからねこれ。うん、ですよね。まあそういうゲームなのは分かってるから和解するわけがないわな。まあ女としてつか人としてつかね。だってまず話し始めの前提がおかしいもんな。おっと、うわー、ちょっとフォントがちょっと見づらいな。バネトラップ、家具爆弾、んー、これは、あ、バネか。あ、ピッキング。罠を解除することはできる。これ必要なんじゃないか。あ、これがピッキングか。で、まんべんなく持っていきたいな。ヘアトラップに、これが家具に仕掛けるやつか。ドアに仕掛けられる唯一のトラップって、じゃあこれ持ってないとまずいんじゃないか。ドアと、ドアに対して使うのが2つあって、ヘアトラップが2つ。これは？これなんだ？ヘア爆弾に、電撃か。まあ、デフォルトのまんまでいいんじゃないか。じゃあ、行きましょう。うまくできるかな？アイテムをマップを持っていて、罠を解除する手段を持ってるのか。で、三角木馬。持ってるなぁ。引っかかりたくないなぁ。はい、始まりましたと。あ、部屋選択。あ、なるほど。とりあえず、ここに、あ、早速見つけた。じゃあ何か仕掛けてみようかな。これで爆弾をセットと。ここには何もない。こっちから来そうだな。じゃあこっちから先に行こうか。あ、ま、よし。バネをセットと。で、ここにもなかったよね。よーし。で、今下にいるから、これでバネ引っかかってくれるかな。来ないな。まあいいや。でも、あんまり仕掛けて自分が引っかかったら困るもんな。うん、ここは。俺何もしてないよね。かかったなって。まあいいや。とりあえず。よし。今のうちに回収と。で、バネを仕掛けておいて。あ、でも相手も、あ、なんかコンボが成立した。ラッキーラッキー。
あー間に合わなかった。うわ結構えぐい音するな。蹴りの利点ってなんだろう。戦わない方がいい気がするな。どうやって奪うか。あーそこに仕掛けてるな。倒したら、あー倒したらさ、なんかもらえたりしないかな。まあいいや。アホちゃうか。倒して落とさせるっつうのもいいかもしれないな。はい、じゃあルーム。うわー近い。近かった、めっちゃ近かった。あこの部屋か。じゃああそこに あるんだな。しまった、奪われちゃったか。近いなあ。もうとりあえず仕掛けといて、トラップコンボでなんとか倒したいなあ。あそこにバネ仕掛けたら俺も上に行けないか。どうしよう。だから何にもしないって。どうしようかな。あ追い打ちできそうだな。あなんかもう仕掛けてるってことか。どうしよう。一旦解除して、どうしよう。いや、あ蹴りでもうあんま剥がせそうだな。やるかな。やるか、やるか、やっちゃうか。あいた。ごめんなさい、平和に行こう、平和に。あ、そうか、今罠仕掛けられないんだっけ。どうしよう、どうしよう、どうしましょう。とにかくもうお宝はやつが持ってるからな。しまった、もうナイフで倒せるんじゃないか。あーや、痛い痛い。あーまあ遅い、判断が遅すぎる。あーあ届いた、普通に届いた。この部屋に大丈夫かな。あれなんもない。で右上だけどすぐに来そうだな。そして確かそこのドア俺罠仕掛けたよな。大変だぞこれ。あいた、確かに間抜けだな。なんで忘れてたんだろう。あーと、あーっと遅い。ああしまった、ここは不便だな。解除するか。結局この状態か。あっ見てなかった。あーっ、右のマップに落ちてる。あークリアできるかな。あれ、あ一個上か。
さてどうしよう。うまい具合に仕掛けられたらそれが、うわーっと危ない。ここに仕掛けといて、あーっと、あっしまった、また見たかった。あー、復帰自体はすぐにできるからいいんだけどさ。あ、そっか、違うものを仕掛けよう。あいつ近い。そして今のは大丈夫か。あ、追い打ちできないや。これ、まあこのくらいならまだ大丈夫かな。お、今のいい感じじゃないか。すぐそこにいるんだよな。一旦解除して、あー間に合わなかった、くそ。でも今のはいい流れ。あーい、ちくしょう。電撃発生早えな。そうじゃないのか、俺の反応が遅いだけかな。よーし、よし、よしよし、綺麗に決まった。あっと、しまった。あー、完全に全裸。これは大丈夫か、まだ大丈夫、まだ大丈夫かな。で、ま、あそこはで、今爆弾仕掛けたな。さてどうしよう。あ、なんか よく見たら浴場ゲージが溜まってる。消費しますか。あ、でも消費量そんなに多くないな。あー近い。どこだ、右上か。でもこいつも持ってるから、あー、これはこれはあかんな。長い。よし、近い。あー、しちゃった、バカだバカだ。自分でコンボ決めちゃった。あー、これはダメだ。浴場ゲージがすごい溜まってる。もう罠仕掛けたかどうか覚えてねえや。もう容赦しない。ああ、結構結構長引いてる。あー、しまった、爆弾仕掛けたっけ。そういえば、ここも仕掛けてるよね。無計画にやるとこういうことになる。うわっ、やられた、やられた。ああ、あ、ザ、あ、もうアーマーも人もいてもないのか。ああ、完全に なくなっちゃったよ。もうあれ、こっから復帰どうするんだろう。あ、戻った。
うわ近い。くそ。長い、長引くぞこれ。あ、ちょっと木馬早いな。ギャーギャー。あ、違った。で、ここにもあれ、ない。あ、何やってんだ。ごめん、今自分が何したかったのか分かんない。時間稼ぎをしといて、あれ、あ、右下か。よーし、なんかコンボが成立した。やっと、あ、しまった。よーし、念のためにね。わーい、ひよし、よーし、やった。長かった。ああ、放置していくの。さすがにかわいそうじゃない。すぐそこにさ、店があるんだから連れて行ってあげてようよ。ああ疲れた。マジで疲れた。あれ。とりあえず戻るのかな。はあ。